皆さん、やっほー、リクチャンネルのリクです。今日はイオンに行ったらまたまた面白いものを見つけました。じゃじゃん、プルルン石鹸を作ろうっていうキットです。まあ、こんな感じでめっちゃ箱可愛いですよね。これ見つけた時本当に可愛いな、すぐ作りたいって思ったんですよ。なのでせっかくだから皆さんに作ってるとこ見てもらおうと思ったので2つ買って、今回こちらでスクイーズ石鹸を作ってみたいと思います。こちらのお値段1つ650円くらいかな。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。多分入ってるものは色だけ違うのかな、あと型。じゃーん、ピンクからね。あ、型と、あ、はい、ゼラチン。めっちゃいい香りする、石鹸の匂いがする。え、スクイーズ石鹸って今考えたらめっちゃすごくない？入っていたものはこんな感じです。まずこっちがピンクのやつですね。ピンクのカラー液とゼラチンと石鹸の素と型です。型はクマとハートとリボンで、あとこれは入ってるものは一緒で、違うのはとカラー液の色と型です。型はイルカ、星、貝殻で、用意するものは紙コップ、まあ2つ分ですね。2つと割り箸、まあ混ぜるもの。今はそれだけですね。じゃあ紙コップと混ぜるものを持ってきます。はい、じゃあまずこの石鹸の液を入れます。全部だって。はい、もう一緒に作っちゃいます。赤と青。そしたら、このカラー液を全部1袋入れます。こぼれないように、こうやって入れます。よし。はい、こんな感じ、めっちゃピンク。じゃあそしたらこれをゆっくり気泡ができないようにこう混ぜていくんだって。ゆっくりずっと混ぜる、サラサラになるまで。はい、まあいい感じに混ざったので、青の方も同じようにやっていきます。液を入れて、これさ、赤と混ぜたらさ紫になるんじゃない？じゃあ同じように混ぜます。あ、これはトロトロだけど混ぜたらめっちゃサラサラになった、水みたいに。あ、いい香り。はい、じゃあ混ぜ終わったのでゼラチンをここに入れて、でゆっくり混ぜます。あ、なんかさ色がちょっと変わった、わかる？でピンクの方も同じようにやります。こんな感じでトロットロになったので、このままどっちも3分待ちます。はい、もう3分くらい経ってドロドロですね。で、これを電子レンジで10秒加熱します。10秒加熱します。はい、じゃあ、10秒やって混ぜて、また10秒やって、ちょっとトロトロだったので5秒プラスして、できました。結構トロトロになりましたね。で、そしたら、はい、私の大好きな型に入れる作業をやります。はい、トロトロ。結構気泡あるね。気泡をこうやって泡を爪楊枝で潰しながらやった方がいいみたい。全然潰れないけど、あ、こんな感じで気泡がめっちゃ入ってるんですよ。だからそれをスプーンで取りながらやります。はい、こんな感じでどん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 入れていきます。よし、 OK。 他のもやります。はい、じゃあもう最後になるんですけど、せっかくなので紫作ってみたいと思います。じゃあピンクをここに、紫ちゃんとできるかな、混ぜ混ぜ。あ、紫になってる、やったね。紫買わなくてもこの2つ買えば紫ができちゃうっていうね、最高です。え、やった、紫できた。はい、じゃあできたので、このまま冷蔵庫で30分入れておきます。はい、じゃあ行ってらっしゃい。固まってる、ちゃんと30分だけで。イルカと貝殻と星とクマとハートとリボン、めっちゃ可愛いね。はい、ほら、撮ったらもっと綺麗だから撮ります。クマから、お、お、じゃん、お、え、すごい、めっちゃ綺麗、ほら、すんごい綺麗、やばー、めっちゃ綺麗じゃん、プニプニ。ハートも絶対綺麗じゃん。思ったより気泡が入ってないからよかった。で、次がリボンね。紫でもちゃんとできてる。ほら。綺麗。で、次、青。じゃーん。めっちゃ綺麗、青。なんかピンクは可愛いって感じ。青綺麗だね。海だね、本当に。じゃあ、貝殻。じゃーん。おー、めっちゃいいじゃん。
で最後は紫の星、ちょっと青も混ざっちゃいましたね。ほら星も綺麗。はい、6個完成で、触り心地もスクイーズ、本当にもうスクイーズ石鹸じゃん。めっちゃプニプニ、ゴム系スクイーズみたいな、本当綺麗でプニプニ、最高です、この石鹸。そしてこのプニプニ石鹸、石鹸ということでちゃんと手が洗えるのかちょっとやってみたいと思います。できるかな。はい、じゃあ水をね持ってきたので、この星のやつでいっか。じゃあちょっとこうやって、こうやって泡立つ。え、めっちゃ泡立ってる、すごっ。え、ちゃんと石鹸として使えるよ。なんかふわふわな泡じゃなくて、なんか本当に液体みたいな感じですね。え、めっちゃいいじゃん、ほら触り心地も楽しめて、で手も洗える、すごいすごいすごい。あれ、ふわふわの泡だったらもっと良かったかもね。でも全然いいね。で、すんごいいい香りがする、石鹸だもんね。なんかね、可愛くてもったいない気もするけど、まあ本当にちゃんと石鹸として使えるからいいね。もう本当にちゃんと洗えたからさ、びっくりした、本当にびっくり。可愛い石鹸が、プニプニのスクイーズ石鹸が作れるし、違う方でも自分の好きなキャラクターの方とかで可愛い石鹸が作れるので、気になる方はぜひ、私はイオンで見つけたまで、見かけたら見てみてください。他に紫の色もあります。はい、ということで、この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。りくちゃんねでした。バイバーイ。